はい、久保さん、こんにちは。気になる男、82話ですね。82話。久保さんから動画が3つですね。3つ。3つとさらにもう1つ限定動画も、シークレット動画も来てて、計4つですね。計4つ来てるということで、ちょっと全部に答えれるかどうかはわからないですけれども、まあ一つ一つ確実に見ていこうかなと思いますんで、よろしくお願いしますということで、まず一つ目ですね。まず一つ目、気になる男第81話の1、誰でもできること、誰にもできないこと、まあ、そういうところのお話なんですけど、まあ、月収100万稼いでるパパがいたとしましょうと、まあ、前回のお話ですね。82話の1のお話なんですけど、81話の1の話なんですけど、まあ、家事をやることに仕事の足を引っ張られてる感があると、パパがですね、パパが。で、こう思ってますと、困ったなぁと、もっと追い込んでやり込みたいのにと、これじゃ足りないよなぁと。サラリーマンの時は別に固定給もらってたんで、そんなにね、こう追い込んでも、まあ、そんなにやらなくていいとかね、そんな一人だけ頑張ったってね、周りの歩調を合わせないと意味ないんだからっつってね、逆に頑張るのが、こう、やっぱりその足並みを揃えていかないといけないんで、頑張らなきゃいけない時は頑張る、頑張らなきゃいけないんですけど、頑張らなくていい時は頑張らなくていいっていう、この、まあそういうね、風潮があったならば、まあね、そうなんですけど、自分はやっぱ追い込んでやり込みたいっていうのがいつもあったんで、まあ、体が壊れない程度ですけどね。体が壊れない程度には、もっとなんかいろんなね、資料とかまとめたいんだけどなーってね、まあ、会社員の時もですね、まあ、あったんですけど、いや、しなくていいと。やることだけやっとくれと。まあね。まあ、そんなことが、まあ、あったりもして、ともかくその今の状況、追い込んでやりたいと思っているのにもかかわらず、家事に時間がどんどん吸い取られていますと。本人はそのいろいろやってるんですね。だから仕事もやります、家事もやりますと。だから本人はすごいなんかサボってる感が、サボってるとか、あんまりゆっくりとしたリラックス、まあ、時間がないわけですね。そんな、なんかのんびりしてる時間がないわけだ。なんかともかく仕事は進んでないんだけど、仕事はそんなにこなせてないんだけど、時間がどん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 ないと。もちろんね、子供もパパ遊んでっていうわけじゃないですか。だからそれもやっぱ時間取らなきゃいけないし、ね、家事にも取られる。当然、娘もね、やっぱまだね、遊んでほしい時期ですから、小学2年生ですから。そしたらやっぱり時間はなくなるわけですよ。やっぱ睡眠時間削ってもやっても、やっぱどうしても効率が落ちてしまうんで、ちょっと限界があると。でもやっぱりその家族の関係壊したくないなと、ね、家事をやらなければね、なんでやらないんだと、家で仕事してるんだろうと、ちゃんとね、まあ、そういう、ね、家族の関係も悪くなる、壊したくないと、まあ、思っている。もしね、それを家事をやったと完璧にやっても、その関係が、しっかりと構築されるかどうかはさておき、でも家事をね、少しでも手伝うと家族の関係が壊れないんじゃないかと思って、まあ、しっかりやってると、まあ、その状況にね、一人もだえ苦しみ、どうしたらいいんだと、どうしたらいいんだと。でもこのままだとね、困ると。このままのペースじゃあまりにやりきれてないと。会社みたいにね、なんかのんびり8時間やってる場合でもないし、もっとね、こうどん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 、言うたらその受験勉強的にはね、もっと勉強しないと、その合格ラインに全然いかないのに、全然その行ってないと、もっとやり込まないと、もっとやらなきゃいけないっていう、その焦燥感はあるのに、実際自分がやれてるのは本当に少ないと。困ったなと。家にいたらもっといっぱい仕事できたはずなのに、できるはずなのに、こんなはずではなかったと、こんなはずではなかったと
だがしかし、だがしかし、時は待ってくれませんよと、時は待ってくれませんと、そんな悠長なことを言ってる場合ではなくなるわけですね。やっぱりその現実がそこにあるわけで、まあ稼げなければ終わると、稼げなければ終わると、まあ今まで会社員だったらそういうね感覚ってないんですよね。稼げなければ終わるっていうのは、会社に行かなければ終わるっていう会社に行かなければ終わるっていうやばいっていうのはあるんですけど、そのなんだ銀行残高とね閲覧にらめっこして、これ大丈夫なのかと、これあと何ヶ月後尽きる、いや尽き、どうあがいたって尽きるだろうと、これやばくないかと。当然入ってくるものあったとしても、計算してもこの損益分岐点というか、入る出る入る出るをよくよくにらめっこすると、これバカでもねやばいって分かるんじゃないかと。もちろんね貯金はあったとしても、この貯金はちょっと取り崩すのはまずくないかっていうね、大丈夫なのかと。娘もいますからね。そうなるとやっぱりその稼ぎ手自身の自分の役割を正しく理解してるのみたいないうところのツッコミになってくるんですよね。まあ、前回のこれ話の続きになってくるんですけど、その稼ぎ手は稼ぐ行動に対して全責任を持つ必要があると、全責任を持つ必要があると、稼ぐ行動に対して。だから稼ぎ手が一生懸命仕事がやれる環境が整っていない、仕事をやれる環境が整っていないというところは、もうそもそも金を稼ぐ厳しさ、稼ぎ手自体の認識が甘いんだと。だから気づいてなかったかもしれないですけど、気づいてなかったかもしれないとなんですけれども、客観的に見るともうこう言わざるを得ないと、やらなきゃ稼げないんだからと。絶対量は足りてますかと、稼げる絶対量は足りてますかと、今そういう状態なんですかということをね、こうどんどん突っ込まれると、いやこれは甘いんじゃないのっていうね。でそしてこれが現実ですよね。稼ぎ手が家事をしている間はピタ一文、ピタピタ一文稼げないと、全く稼げてないですよと。つまり稼ぎ手が家事をしている間、もしこの家事をしている間に稼ぐ行動をしていたんなら、それはその分の機会損失ですよと。つまりその損失、機会損失っていうのは、稼ぎ手が家事活動に参加することによって甚大な被害を被っているんですよと。その機会損失に気づいてますかというお話だったんじゃないでしょうかね。つまり稼ぎ手が家庭内に一人しかいないんなら、稼ぎ手の代わりはもうね、いないんだから、家事をやる人はいるんだから、家事はやってはいけないと、手を出してはいけないことなんだと、そういう考えを持たないといけないんだっていうね。で稼ぎ手のね、稼ぐ活動が鈍ってしまえば、もう家庭崩壊の糸をたどるんだと。いくら自分が一生懸命家事をして妻のご機嫌を整ったところを稼げなければ、もうね家庭の崩壊の糸をたどると結局ダメになるんだと。だから小手先というかね、なんかちょっとだけ延命措置をしてるみたいな感じだけど、こんなもんそういうところをちょっと、そういうところじゃないんだっていうね。で今度この次の話、今回の第1話第81話の1で久保さんが言ってた場合ですね、妻がもし働いてる場合ですね、妻が、働いてる場合ですと、そしたらもう妻よと、妻よ、小銭稼ぎのパート、まあ、パートに行ってると勝手に、ここは仮定しますけど、何か行かずにね家事をしておくれと、妻よと支え手が妻よと、支え手になっておくれと、支え手に、家事の支え手に、家庭の支え手になってくれないと家が回らないのだよ、困ってますと稼ぎ手がやってしまうとこれでは稼げないんだよと。稼ぎ手はね、稼ぐことだけをシンプルに考えてやりたいんだと、もうそれ以外考えたくないんだと。いやもちろんね、考えれる部分はいいですよ、ちょっとね気分転換に家事をするっていうならいいんですけど、そんな時間あるんですかっていうね、ところになってくるんですよね。ではもう本当にこれだけに集中しないと、これまずいんじゃないのと。
で支えては消費のバランスを整えると、このうまく、これでうまくバランスを、家庭のバランスを取っていくっていう、この構図でいきませんかっていう提案ができるかということですね。本当になかなか難しいと思いますし、その分業っていう感じでね、うまくこうなあなあでやってきたところでうまくいけばそれが一番いいんですけどね。まあ、これ自分の場合の話なんですけど、自分の YouTube を教えてます教えてますと、もう教えてる塾を開いてるんですからね。で教えました、うん、こうやったらいいんだよっていうね。当然ポータルサイトもね、作ってるも知ってましたからね。でもね、やっぱり結局動画1本出すことすらできない、動画1本する作ることすらできないですね。全くできない。パソコンも、じゃあこのパソコン使っていいよって渡したんですね、うん、でも見ないと。なんかもう挫折っていうわけじゃないですけども、見ない。うん、なんか楽天のショッピングとかね、アマゾンのショッピングとか、まあ、そういうのを見てね、次は何を欲しいかなと、まあ、そういう消費活動にこう走るわけですね。まあ、言うたら、まあ、稼ぎたくないですと。でも家事も全ては最低限はやりますよと、最低限はね。でも全部の責任は見ませんよと、まあ、言うね、方が、妻がね、いたとしましょうと。そういう時にね、じゃあこの方にね、お聞きしましたと、家にいる存在意義は何なのかと聞いたとしましょうと、ね、だって稼ぎたくないんだと、家事も全ては責任を負いたくないんだと、どうすんのと、うん、家にいるあなたの存在意義は何なんでしょうかと、ちょっと聞いてみたところですね、どうやらもうこれを聞いた時点で脳の回路がちょっとショートしてしまうみたいでね、なくだくだになると。まあそういうね、妻を自分が選んだということなんでしょうけどね。これはもう、なるほど、自分はそういう妻を選んだんだと、仕方ないなと、まあ、思わざるを得ないんですけど、まあ、これはね、その結婚した当時の自分を考えれば、あ、こういう妻を選ぶのは仕方なかったというところはあったんですよね。うん、だからまあ、もう20年、23、22 大学4年生の時に知り合った妻ですから、もう18年ですよね。18年ぐらい一緒にいるわけで、まあいろいろ自分の方はいろいろ変わるんですけどね。まあだから、まあ、自分はこうやろうと、自分が家事にね、もう積極的に参加するという形で、まあ、なんとかやってきたつもりだったんですけど、まあこの結末ですよね。この結末、まあこの結末って言っても、その会社員ですね、会社員でやってれば別に問題は浮上しなかったわけですよ。まあ固定給がしっかり入っていた、で問題は隠れていたんですね。でもこれっていうのは会社が、だから本当にこの問題は表面化しなかった状態でずっとその隠れてたんですね。自分がその、まあやればいいわけですから、ひたすらね、うん、どうするかっていうと、まあ、会社の時間は仕事をしますと、一生懸命仕事しますと。で、まあ、残業もまあするかもしれないですね。で、帰宅後はしっかり家事をすると。うん。まあ、自分はしっかりやればいいわけですから、問題は表面化しないと。で、これを、しかし今状況が変わりましたと。まあ、今はね、こうやって、もうその会社と家との垣根が取っ払われて、もういつでもどこでも仕事ができるわけですよ。もう言うたら全部、できるわけですよね。だから自分としても全ての時間をね、稼ぎの時間、まあ、仕事にね、当てたいと思うわけですよ。もうやりたいと、むちゃむちゃやりたいと、やりたいんだけどもね、っていう、まあ、ジレンマが、まあ、あった時に、もうこうなったらもうこうしかないですよね。自分の行動を変えることで稼ぐ環境を構築していくと。自分はその全部こなそうとしてたんですよ、もうね、家事も仕事もね。でもやっぱり24時間限界があって、要は無理が来てたんですね。無理が来てたし、そもそも家事も得意じゃないと、自分は家事はそんなに得意じゃない。特に皿洗いがすごく苦手でですね、今効率的になんかできないんですよ。うん、できない。だからムラが無理無理無駄無理無駄
無駄になって、要はうまく効率的にできないんで無駄なんですよ。だってどう考えたって妻がいた方が早いんで早すぎなんで、まあ、自分が遅すぎっていうだけなんで、まあ、要は適してないんですよね。なんかね、掃除機とかは別にやっても困んないし、布団上げとかもねすぐできるんで、もうなんちゃうことないんですけど、この皿洗いだけはむちゃくちゃ時間かかってね、その皿を拭いたり、皿をなんか洗って皿を整えて、フライパン洗ったり、鍋をこの固定の場所に直したり、皿を戻したりっていう、その一連の流れはできないんですよ。なぜかできない。うん。なもうそれでね、もう仕事もねえ、とにかくね、こう要はそれがムラな状態です。なんかうまくいってない、もう何かがこううまくいかないと。なんでこの稼ぐ環境を自分で構築しなければ、もうその叶わぬな家庭崩壊のシナリオっていうのがもう避けられないと、もうそういう未来が完全に見えてしまったんですね。うん、会社員だったら表面化しなかったですよ。でもその会社員はいつ途切れるか分かんない、そのいつがいつか会社が傾くか分かんない、結局これは遅かれ早かれ問題は表面化したわけで、それがただ隠れただけっていうね、いうとこなんで、もうね今本当に考えることはこれですよね。稼ぎ手として責務を果たすことだけに集中すると、いろんなことあろうかもしれないですけど、稼ぎ手として責務を果たすこと、これをするために一体自分はどういう行動をしなければいけないのか、どういう行動がベストなのか、どういう行動をすることでこの家庭崩壊のシナリオを避けられるのか、まあね、こういうところを考えるきっかけになったんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、ということでこれが第82話の1ですね。第82話の1です。もしかしたらこれ第82話の2と3話の内容が全部もしかしたら入ってるかもしれないんですけど、とりあえず久保さんのね第82話の2をちょっと聞いてみて、また何か作ろうかなと。もしかしたらスライド全然少ないかもしれないですけど、2、3枚で終わっちゃうかもしれないんですけど、とりあえずそういう形で第82話の2、今からではこれからやっていきます。まあこれから夜になっていくんで、今までだったらこのね夜の時間っていうのはほぼほぼ仕事時間できなかったんですけど、もうねここです、ここ稼ぎ手としてね責務を果たすことが集中するために一体自分はどういう行動をすればいいのかと。もちろんねその子供ね送り迎えするとかはねやっぱり、まあ、自分がその子供との時間を取りたいんでどうしても、うん、ただその誰もができること、誰もができる家事に対して本当に自分がやるべきなのだろうかというね問いに対して、自分は一つここですね、稼ぎ手として責任を果たすことだけに集中する、これをどう行動していくか、まあ、これにかかっていく、これをやることによってこの今避けられないシナリオに向かっている家庭崩壊をどういう未来になっていくのかというところもまた一つ見どころなのかもしれません。何が見どころなんだっていう話なんですけど。はい。ということで、まあ、見どころっていうかね、これが家庭崩壊したらもうこの世界からいなくなるんだけど、退場ですね。退場。はい、退場。もうネット活動なんてやってる場合じゃないっていうね。いうところなんでね、退場せぬように、稼ぎ手として責務を果たす、まあこれに集中したいものですね。はい、ということで最後また終わろうとして終われなかったってね、ちょっと力入っちゃったんですけど、じゃあ次行ってみます。はい、ではでは。